おいっす、どうもニエトドです。今回リネ術レボリューションの動画やっていきますということで、雑談パート3かな、これで。はい、クエスク終わって帰ってきたところでございます。はい、サイコロ受け取ってちょっとサイコロ回すところからやっていこうかなと思います。うん、まああれなんですけどね、あのダンジョンのこの辺、装備ダンジョンはやらんでいいのか、アデナダンジョンもポイント関係ないのか。はい、ごめんなさい。こっちは関係なかったよね、確か。ってことは、あと決闘場ぐらいかな。決闘場やるか、じゃあ、やりましょうか。決闘場やって、決闘場終わったら、あれします。サイコロ回します。よし。で、武器をね、ちゃんとメイン武器に変えましょう。今ね、これプレイヤーっていうか PVP 攻撃レベル7なんで、そこそこね、強いはず。ただね、戦闘力がっつり減ったからな、昨日。っていうか、攻撃の下がりで1万減ってるから、相当でかいはずなんだよな、それは。さあ、どの辺狙ってきます？基本的にはね、あの、ブレダンとアビスと、あとは、あれかな、スペール系のキャラ。なんで、魔法色を狙っていつもやってます。うん、相性がその辺じゃないときついんで、うん。これどうしようかな。エルハザードさん挑むか。戦闘力もね、同じ80万台だし、アビスだから、まあ、狙えるかなと思います。行きましょう。で、これね、決闘場はね、読み込みが結構多いんで、結構ね、訪れするんだよね。正直、編集がめっちゃめんどくせえの。そうなったら。さあ、これとりあえず、こういうなんか敵がぼったちになるのマジでやめてほしい。なんかどうしたらいいのかわかんなくなるんだよね。さあ、メテオ撃たれたけど、こっちも撃ってひっくり返すと。対戦ありがとうございました。うん。まあまあまあ、大体こんな感じですね。こんな感じで、まあやってます。要塞じゃない、決闘場か。うん。はい、戻ってきまして、さっき、まあこの読み込みがあるじゃないですか。この対戦と対戦の間のぐるーっぐるーって回るやつ、あれの間があれなんだよ。なんか録画の映像と音声がずれるんですよ、いつも。だから、うん、めんどくせえ。はい、だから多分ね、こう更新とかもやってたらずれてくんだよね、この更新ごとに。めっちゃめんどい。あ、これバレリーさんいけそうだな。挑もう。よいしょ。はい、金武器か、やめてくれよ。はい、始まりましたね。2、1、アイドンファイツで、僕いつもね、相手が近接触だったら先に近寄って全部ぶち込みます。はい、こんな感じ。ただこれやるじゃないですか、ワンチャンミスってアビスの、あのミサイル一発もらったら、それだけで10割パーンって飛ぶことあるんで、それはほんと気をつけてます。はい、戻ってまいりました。よいしょ。きついね。っていうかね、あの戦闘力100万超えてる人めっちゃ多くない？もう、なんか、当たり前のようにみんな100万いっててさ、正直あれなんだけど、90万ぐらいで、ねえ、なんかうろちょろしてる自分がちょっと情けなくもある、正直。これみんなあれなのかな？課金してるのかな？してないのかな？なんかリリーっていう方が69万だな。これ行こうか。なんて言うんだろう。勝った時って名誉ポイント10ポイントもらえるじゃないですか。本当にその名誉ポイント10ポイントがめっちゃ欲しいんですよ。欲しくて欲しくてしょうがないの。ガーゴイル回ってんのかな？てか攻撃タップしてんのに全然打ってくんないんだけど。これはラッキーでしたね。多分ガーゴイルかなんか回ってますね、この方今。うん、パンドラボックスしか手持ちしてないんで。うん。ラッキーラッキー。対戦ありがとうございました。はい、戻ってきて、ビンビンさん挑む。95万でしょう、多分ね。クリティカル関係で押し負けることはあると思うけど、やれない範囲ではないと思う、95万ならね。ただブレダンに関しては先にこかして、ほんときっちり避けてから攻撃とか意識した方がいい。よし、近寄ってこかして、打ち込んで、この辺当て切って逃げる。当て切って逃げて、速度遅いうちにあのダウンさせられるスキルとかが溜まってくれれば、それ使って、ま、
あれだね、畳み込んで残り削り切るっていうこの戦法、これやらんとほんと勝てないんだよね。もうここまで来たら打っていいわ。よいしょ、2回ダウン取ってこんな感じね。うん、まあ、この戦い方しないと本当にきつくて、まあ一番ベストはあれです、あの弓職だけどもローグの一時職のスキルね入れて、あのメテオを確実に避ける、それが一番いいやり方なんだけど、それが下手くそだと、僕みたいにね下手くそだと、そのスキルを打つ手間と暇、そして装備セットを変更しないと攻めれないっていう、この3つのデメリットがでかすぎてやれないの避けるの失敗したら負けるし、例えばねそれをやる必要がない相手だったとしても、それを失敗することによって勝ちが負けになっちゃったりするんで、もうそこはね自分の技術と相談してください本当にさ、 BT ザッツさんきついかな。でもやっていかんとな、アビスは狙い目なんで、こっちとしてもまあ一応もう100位以内に入ってるんで、これであれですね、個人的に使っていいダイヤは稼げますね。今受け取りすれば30個もらえるんで、2回までならまあ、ああ逃がして逃がして、あー危ない、ああこれね、これが事故ってやつよ今みたいにスタンする系のやつとかをまあ避けれなくて当たっちゃうってなると狩られる逆にね、あれほんと痛え。はい、で一応ねまあ現状これで、まあ、ダイヤが30個もらえるんで2回はチャージできると。ダイヤ10とダイヤ20のところのチャージだけは使えるという感じですね。さあこれソーニャヨカさん行かしてもらおうかな。職業的にね狙い目の職業なんで、別に戦闘力うんぬんとかもまあ見るけど、どっちかっていうと職業で僕は選んでます相手。まあさすがに110万とか120万とかいってるね、アビスとかブレダン挑むっていうのはちょっと無謀かなと思う時もなきにしもあらずなんですけど、まあ、それでも相手がいなければしょうがないよね。さあメテオもらう、当てる、よいしょよいしょ、待ってもうマジか。今ねあのよいしょって言ったじゃないですか、あそこで最後のスキル押してたんですよ、打つ前にこかされてたみたいだねあれ打ててたら勝ってたのにな、厳しいわ。エストレイヤさんが出ているが、決めインの方なんで僕はやらないまあやるときはやるけどなさあ無尽蔵さん、これ挑もうか。53位か。4950入れば35ダイヤもらえるんで、ダイヤ5個プラスだったんだけど、まあしょうがないな。相手金武器か、きっちいな。運が良ければ勝てる。いやまずは避ける、まずは避ける、こかすちょっとこかしてダメージ稼ぐ、ミサイル避ける、でメテオ来る、メテオがバカ痛い、こかしてダメだったわ。ほんとメテオゲーすぎる、メテオ一発でだって今のヘリだよ、ないわまあね、メテオのレベル早く上げないと勝てないね。うん、84位で今日は終わりかな。うん、受け取りしましょう、よいしょ。まあこれでダイヤ30使ったけど、しっかりとね、はい、回収できましたんで OK でございますと。でサイコロポイントも70もらったと。あとあれか、このデイリーウィークリーに関してはさすがにね、もうこの動画内での時間ないんで、まあまあもう個人的にやらせてもらいますということで、サイコロ振っていきましょう。うん、何回振れんの。385あるから1回振るのに100か、ってことは3回しか振れんのか、きついね一周できたらラッキーぐらいだね。じゃあ行きましょう。テロンテロンテロン、1、おやった、金もらったよ、金やったぜ1出したよ、1。僕ね1出すの得意なんですよ。うん、何のあれにもならんのだけど、次何本、1234出すわ、44出すよ、4446てしょうがねえな。まあいいや。1、2、3、4。この次はなんぼでもいいわ。何もらっても大してうまくない。お、でも銀、ずっと銀取ってるよ。1、2、3、4。4ですね、次も。4狙う。4。4来い。4! 2。刻むねえ。2出そう、2。2出して金箱もらおう。もう一回2出そう。4! 逆だったらな。
逆だったらよかった。まあしょうがないですね。さあ、まあ銀箱もらいましたということで、こんだけもらった。金が1。あれ？サイコロポイントまだあるんだけど。まあいいや。もらいましたということで、開けようか、もう。いつもだったらね、この箱系統って貯めといて、一気に開封するという動画も撮るんですけど、今回はまあ、初っ端なんで、ちょっと開けてみようかなと思います。とりあえず、これから開けていい？祝福、出ろ！はい、出ません。あ、でも、防御のエリクサー出た。これ嬉しいんだよ、普通に。さあ、銅箱は？あ、装備選択ボックス、選択はまあ、いらんけど、まあまあまあ、ええや。レッドスターストーンは普通に嬉しいですね。で、まあ HR の研磨剤は、まあ置いといてもいいし、使わんのだったら売ったら金になるんで、悪くないですね。アデナボックス5000。さあ、これだよ。これが本当にでかいんだよ。高級ポーションか、マーブルか、ぐらいの感じだからね。マーブルが確かあれだよね。2種類ぐらいあったのかな。で、4つしかないんだよね、この箱の中身って。で、半分がマーブル系で、半分がポーションとかでしょ、確か。だからほぼほぼ2分1ぐらいでマーブルが出るんだ。行こう。もうこういうとこですよ皆さん。持ってない人間っていうのはこういうとこなんですよマジで。はあ、金箱引けてもな、ポーションか、まあ、しょうがないな、諦めます。はい、ということで、まあまあまあ、スゴロクイベント初日こんな感じでございました。はい、まあ、最後にどうしよう、ソウルストーンちょっと見ますか。あれですよ、本当にモンストのソウルストーン買ってるんで、そこに関してはまあ許してください。はい、武器こんな感じでございます。まああと1個かな、こいつ UR にできれば全部 UR で埋まるっていう感じですね。あのね、攻撃と防御に関しての、まあ、ソウルストーンの引きが多分僕はそんなに強くなくて、うん、あんまり進んでないです。ただクリティカルはもう全部 UR で埋まってるはずで、頭がこんな感じで、これね、防御1個 UR あるんだけど、これはあの本当にあの全部が全部じゃないけど、 SR 多分2つとか3つぐらいは箱から出したけど、残りの素材に関してはあの HN とかから地道に自分でランクアップして作った UR なんで、これは本当手間かかった UR です。なんかラッキーポンって出たわけじゃない。で、他が全部 SR なんで、これ、まあ、こっちも見てもらったら分かるんだけど、防御に関しては本当に引けてなくて、UR 全然ついてないです。うん、UR 一個も出てない、防御に関しては。全部自分でランクアップして、ここまで上げてる感じです。はい。で、HP に関しては、これは多分出た、3つ、UR が。ただ、こっちの SR に関しては、1個は作った。で、2個は出たのかなっていう感じですね。なんで、本当に、地道になんですけど、ソウルストーンは自分で割とランクアップして育ててます。はい。でこっちね、まあこれに関してはね、もうモンストぶっぱしてるから、あの本当ソウルストーンね、課金してまでっていう感じで買ってない人から見たら、まあ課金の塊やんけみたいな言われるかなと思うんですけど、これに関してはね、本当にまあ動画のパート1ぐらいでも言ったんですけど、確実に戦闘力が伸びる要素なんで購入してます。うん、運が絡まないとこなんで、ここに関しては、うん、だからこれに関しては買う、運が絡まない確実に上がるところは僕は全部買います。はいっていう感じで、ただまだこれね、ルシファーが2つ SR なんで、これ UR にするだけでもね倍変わるんで、めっちゃでかいですね。早くしたい。でもソウルストーンのね、SR 素材が全然たまんない。しょうがないっすね。で、ここ。これね、回避に関してなんだけど、回避だけめちゃめちゃなんか、なんだろう、食の優先度とかないとは思うんだけど、一応弓で僕回避食なんですよね。分類としては。だからなんか出やすいのかなとかもちょっと思うんですけど、余ってるんですよね、UR が。うん。いらねえと思いつつ、まあしょうがないよ、出ちゃったもんはっていう感じです。はい。なんで、で命中は微妙、多分 UR ついてない1個も、あ、ついてるかもしれんな、まあいいや。でまあこの辺はこんな感じ。弾力はね、マジで N から作ってってるから全然進まなくて、うん、 HR 止まり、 SR が1個だけですね、ついてる感じ。クリ抵抗に関しても本当に進みが悪い。これポンって出た UR が2個ついてるのかな。うん、これは運が良かったですね。
これは自分で上げないとダメなやつだからね。上げました、もちろん、うん、ですね。だから結構アデナ吹っ飛ぶこの辺は。ただ戦闘力の範囲はそこそこでかいんで、どっちにしろやらんとダメな要素ですね、うん。でネックですね、これはまあさっきも言ったけど、回避に関してはもうめちゃめちゃなんか出てくれるんで普通に上がってますと。で弾力だね、貫通か、これ貫通に関してはもう N から作るしかないんで、まあ運よくね UR とか SR 出た人、それはほんとラッキーだと思ってください。めちゃめちゃ時間かかります、これ。普通に育ててるか、そのランクアップして作ろうと思ったらめちゃめちゃ時間かかるんで、ここに関してはね本当にポンって箱から出た人はめっちゃラッキーだと思ってください。戦闘力の範囲も普通にでかいんで、いやー欲しいわ UR。 この前もね血メインの人がね、あ UR の貫通出たみたいな言ってて、はっはいはい、まあいいやそれは、はい。でまあこのナッセンリングな、昨日の夜までこれプラス16だったんだよ、もうマジでテンション下がるわ。まあしょうがないか、はい。っていう感じで、まあソウルストーン今現状こんな感じでございます。まあ皆さんとね、皆さんとっていうか、まあ見てくださってる方と、まあ自分で見比べてみて、あニエトノさんはここがまあ進んでるなとか、ここは俺の方が進んでるわとか、まああったらなんか、なんだろう、見比べてみてもらっても楽しんでもらえるかなと思います、はい。といった感じで、まあ雑談動画一旦この辺で終わろうかな。まあこれからね、これからっていうか割と、なんだろう、以前の動画とか見てくださってる方は知ってるかもなんですけど、まあ私生活にね大きなちょっと変化がありましたということで、動画のペースとかがねもうめちゃめちゃ乱れておりまして、もう前までは割と平日とかも撮ってたりしたんですけど、基本的に土日撮りだめで、で平日出してみたいな感じになってくるかなと思うんで、そうですね、うん、あんまりタイムリーな情報をお届けとか難しくなっていくかもしれんと思ってます、うん。なんでこういう雑談動画みたいなやつが、まあ、皆さんにその、まあ、受け入れていただければ、まあ、とても嬉しいんですね、個人的には。まあ、動画活動はやりたいけど、なんかタイムリーなものとかは難しくなっちゃったんで、うん、なのでできればねこういう雑談とかでも見てくださるっていう方いらっしゃったらとても嬉しく思います、といった感じで今回まあここで終わりたいと思います。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録もよければお願いいたします。それではさようなら。